ダビデ・ランザ・ファーメは、イタリア・ピエモンテ州トリノ出身のサッカー選手。ポジションは FW で主に、セカンドトップ、ウィング、ランザ・ファーメとも表記される。ユベントス FC のプリマベーラで頭角を表し、2006から07シーズンにファーストチームへ昇格。2007から08シーズンに期限付き移籍した、エース・バーリでは37試合出場で10得点をマークする。 この活躍が認められ、U-21 イタリア代表監督のピエル・ルイジ、カジラギから招集を受ける。2008から09シーズンは、ユベントスが US チッタディ・パレルモのアマウリを獲得したため、これに伴い遺跡金の一部として、パレルモへ共同保有の形で遺跡。しかし、出場機会に恵まれず、同シーズンの1月にはバーリとローン契約を結んだ。 2009から10シーズンはパルマ FC とローン契約を結ぶ。途中出場が多かったが、シーズン終盤の第36節、A、AS ローマ戦で2点ビハインドの展開から、途中出場し1ゴールを挙げると、翌週の第37節ユベントス戦では先発出場を果たし、ホームのフルスを相手に2ゴールを挙げ、チームを逆転勝利に導く。 さらに最終節の AS リボールのカルチョ戦でもにゴールを上げるなど勢いは止まらず、シーズン終了までの残り3節で5ゴールを上げる、ゴールラッシュを見せシーズンを終える。2010から11シーズンは、ユベントスに復帰。しかし、出場機会に恵まれず、同シーズンの1月には、ブレシアカルチョとローン契約を結んだ。2011年6月入札により、 パレルモに完全移籍したものの、マティアス・シルベストレイのトレード要員として、カルチョ・カターニアと共同保有になった。2012年6月22日、カターニアが全保有権を獲得。2012年9月10日、US グロッセイと FC へのレンタル移籍が発表された。2016年1月21日、ペルージャ・カルチョからノバーラ・カルチョに移籍することが発表された。 同年8月25日、ネムゼティバイノクシャーグアイのブダペスト本米ド FC に復帰した。加入初年度でリーグ戦25試合に出場しクラブのリーグ優勝に貢献。翌シーズンにはリーグ戦18得点を挙げ得点王を獲得した。2018から19シーズンよりフェレンツバーロシュ TC へ移籍した。2020年9月25日、アダナ・デミルスポールに移籍した。 2021年2月1日、LR ビジェンツァビルトゥスに移籍した。2008年3月25日、2009U-21 欧州選手権予選のアゼルバイジャン戦で U-21 イタリア代表デビュー。U-23 イタリア五輪代表では、北京オリンピックに出場する代表メンバー選考を兼ねた、トゥーロントーナメントの GL 初戦、コート・ジボアール戦でデビューを果たす。 また、二日後のトルコ戦では代表初ゴールを挙げている。ありがとうございます。